はい、えー。皆さんおはようございます。テクニカラなし、その森義でございます。今日もテクニカル分析やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、暴落時の危険信号発見ということで話をしていきたいと思います。これ何かと言いますと、今日はですね、最後にこの長期のチャンネルラインでね、えー、プラス RSI でね、話をしていきたいというふうに思っているんですが、これを見てたらですね、うん、これって結構この暴落なんとかショック時に共通してるポイントあるんじゃないみたいな、そんな感じで気がついたので、皆さんにもシェアをさせていただきたいなというふうに思っております。 そしてその歴史的な売買サインはどこかというところまでやっていきますので、まあ、日曜のね動画として少し肩を抜きながら、まあ、気楽な感じで見ていただければとは思うんですがぜひ最後までご覧いただければというふうに思っておりますということで私のチャンネルではこういった最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析を毎朝必ず7時半に動画で投稿しております皆さんの朝の株を考えるチャートを見るそんな習慣になれるように頑張っておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますでは、えー、今日はですねまず週足チャート1週間分の振り返りをしていきたいというふうに 日経平均株価、マイナスの85.87、0.29%のマイナスということで、結局、陰線で、えー、少しマイナスで終えてしまったというところですね。まあ、ですが、まだ、ね、トレンドとしてはしっかりとしている、そんな印象かなというふうに思います。えー、コロナの新規感染者数は確認しておきましょう。東京都570、えー、大阪918、全国3690に非常に多いですね。えー、なので、まだね、このコロナの心配が非常に大きいというのが、日本の、ね、一つの不安材料になっております。 トピックスいきましょう。マイナスの12.15、マイナス0.62%ということで、こちらもマイナスですね。陰線で、まあ、引けにかけてかなり下がってきてるという感じでございますし、えー、マザーズ行きましょう。4.92、0.4%のプラス。こちらはプラスになりましたね。下髭が長い。まあ、陰線ですけども、13周26周線の上にいるというところで、まあ、引けに終わり際で、なんかいい感じになったのはマザーズだったのかなというふうに見ております。えー、ニューヨークダウ行きましょう。プラスの647.39、1.5 108.95%のプラスとということで最高で更新ほぼ高値引けぐらいな感じでねトレンドもしっかりしてるという感じですねアメリカがこれだけ調子が良かったにもかかわらず日経平均トピックスはマイナスだったっていうところが、まあ、あるのかなやっぱりコロナの違いなのかなという感じはしますねはい S&P 見ましょう108.93 2.71%のプラスということでこちらも強かったですね最高値を更新してしかもねしっかりとした要請が立っているという印象ですナスタックいきましょう420.083.12%のプラスナスタック強かったですね、えー、高値更新まではいきませんでしたけれども、えー、この中では一番上昇率が高いとニューヨークダウン S&P よりもナスタックが上昇率が高い特に g、まあ、ガファムですよねフェイスブックとかマイクロソフトとかそういったところが高値更新してますから非常にやっぱり、ね、強いなという印象 受けておりますで最終的にこの為替コモディティの確定の値見ていませんので、これ確認しておきましょう。日経先物が176円、2 9945円というところで、まあ、とりあえず週明け上がって始まりそうじゃないかという流れがありますね。えー、為替は109円60銭台ということになっております。で、WTO、えー、原油が60割れぐらいですかね。えー、金が1744円、これ、ダブルボトム完成してるかなっていうギリギリの値ぐらいかなと思います。で、ビッグ差落ち着いていて16.69ということになっております。で金利もまあ高止まりしてるか かなという感じなんですが、1.66といった感じですね。で、ソックス指数、ソックス指数もえっ、ー、とこの金曜日は横ばい圏だったといった感じになっております。なので、まあ、週明け、ひとまずは堅調に始まりそうだということが、この中からは見えるかなと思います。 では行きましょう。チャートで暴落時の危険信号を発見。えー、長い目で見て一応参考にできるかも。参考程度にしてください。今すぐ暴落が起こるというサインではございませんが、えー、これね、見ておいた方がいいと思います。で、めんどくさいなっていう風に思うかもしれませんが、大丈夫です。安心してください。私が必ず毎週これを見ますので、ね、私に、えー、この、たまにですね、この話の動画を、ね、チェックしていただければ、十分終えるんではないかなという風に思っております。で、その、売買サインはどこかっていうところまでね、やっていきたいという風に思ってるんですが、これは何かというと、 とまえ、ね、指数の売買戦略、いつものね、この3番のね、準備をしていたんですね。えー、したらね、あれなんだかこれ、なんかこう、うん、これ何回か出てるけど、うん、そうだなっていう、そんな感じになったわけですよ。で、どういうことかっていうと、まあ、ひとまずなんとなく可能するという方は、はいはいはい、RSI が高値圏に入ってて、ね、これ買われすぎとか言うわけでしょ。はいはいはい、そういうことね。っていうことなんですけども、まあ、じゃあこの期間中の暴落、ショック安といえば何があったっけっていうことをね、まずちょっと振り返りさせてください。代表的なまるショックなんですが、まず左側のこの赤い部分のところですね。 年で、2015年の8月頃にですね、ガクーッとね、下がった時がこれ、チャイナショックと呼ばれるもの。2018年10月頃に起こったのは、ビックス指数からですね、ショックが波及したビックスショックというもの。あとは最近だとコロナショックというもの。まあ、この辺をちょっと押さえておいていただければと思います。もちろん、この中にね、細かいなんとかショックとかバーナンキショックとかもいろいろあるんです でえ、そこでですね、この RSI を見ていった時にそれを気がついたわけなので、RSI についても簡単に解説をさせていただければと思います。RSI、別名で相対力指数というふうに呼びますけれども、計算式ぜひ覚えておいてください。なんとなくで、ね、雰囲気だけでつかんでいただければ大丈夫でございます。RSI というのは、上昇変動の合計、割ることの上昇変動の合計プラス下落変動の合計ということになっております。で、まあこれだけ見ると、うん 何だろうことだろうよくわからないなっていうふうに思うかもしれませんが全ての変動幅、ね、この上昇の変動幅ここが大れたとして上昇の分と下落の分と全てのこの変動幅に対して上昇のこの変動が占める割合を求める指標ですよということになってます。 ね、えー、なので、まあ、これで加熱感を測っているんだなっていう感覚で全然大丈夫でございます。で、0が一番最小、100が一番最大。で、70を超えたら加熱感あるよね、変わりすぎだよね、でそんな感じでね、覚えておいていただけると、まあ、ひとまずはいいかなと思います。で、その、 70以上変われすぎで70超えてきたっていうところはあるんですが、その時々でどういう風に RSI が推移してきたかっていうことをまず考えたいなっていうところと、あと今70以上変われすぎであるっていうところは、どうして気になっているかっていうところですね。なぜかというとこれはですね、月足チャート。めちゃくちゃ長期のチャートで見てるわけなんですね。で、それのテクニカルの基本としてこれをぜひ覚えておいていただきたいんですが、短期と長期でそれぞれ見る違いですね。冷やしで RSI 見てもいい,いいじゃないですか。でも今 まあ、突き足チャートで、この RSI を見ているわけなんですね。で、そこで加熱感が出る。なんかサインが出てるということなんですけども、テクニカルの基本としては、短期で見た時っていうのは、サインは早く出ます。長期の場合には遅く出ます。っていうことなんですね。で、短期の方が多く出ます。長期の方は少ないです。で、ね、多分短期で見たらもうガッチャガッチャガチャガチャガチャっていう風にしてるんですけども、突き足だったらね、何回かしか出てないと思うんですね。で、まあ、こういう違いがありますと。で、その代わりに、騙し。騙しというのは、このサインが出た時に、 例えばこれから下がりますよっていうサインが出た時に下がらない上がりますよっていうサインが出た時に上がらないっていうねそういうことをテクニカルの世界では騙しというふうに呼んだりするんですけども短期の場合だとどうしてもこの騙しが増えてしまうんですね。 テクニカルは100%じゃないですから。一方で、長期の場合の騙しっていうのは比較的少ないんですよね。だから、長期でこういうサインが出てるっていうのはやっぱり警戒しなきゃいけないよねと。付き足のサインは少ないが騙しも少ないということですね。サインは少ない。でも若干遅いけども、でもやっぱり騙しが少ないので、付き足でも出ちゃうっていうことは結構なサインなんだよというところをぜひ押さえておいていただければと思います。で、加えて、〇〇ショックの共通点をね、ちょっと測ってみたいなというふうに思うんですが、まずはじゃあ順番に左側から行きましょう。 サブプライムリーマンショックにかけて2007年ぐらいからねぐーっと下がっていったんですけどもその時っていうのは2006年からもう RSI は超えていてで一旦ぐーっと下がってからもう一回山をつけて下がるとでここがもう大暴落の引き金になってガクッて下がっていくという感じですねになっています。 で、えー、その後ですね、えー、このチャイナショックの時にはぐーっと上がってきて、2013年11月ぐらいからですかね、えー、はこの RSI がこの一番山、一番最初の山、ここですね、ここは2013年の11月の山なんですけども、えー、そこからぐーっと下げていき、で、ここからまた2015年の5月、ここまでね、上げ続けるんですね。で、ここで上昇が止まってからガガーッといって、で、ここの先でリーマンショックじゃなくてチャイナショックがガークーンと起こるということになっております。で、最後、ビックスショック。 なんでウィックショックは2018年の1月頃に一度 RSI、月足ベースで70を超え、変われすぎラインに入ってから1 一旦下がると。一旦下がった後でもう一回70にタッチしてからガクッと下がるということですね。えー、何かと言いますと、この3事例の共通点というのは何かというと、まあコロナショックはね、えー、若干例外に入るかもしれないんですが、えー、2回山をつけてるっていうところがポイントなのかなというふうに思っています。2回山をつけるってことですね。まあ RSI でダブルトップっていう感じはまああり使わないと思うんですけども、2回山をつけてるっていうところがね、なんか共通してるな、ちょっと気持ち悪いなっていた、えー、そう感じたところです。で準備期間が大体 まあ、7ヶ月、6ヶ月、えー、半年ぐらいから、まあ、18ヶ月ぐらい、程度が、この準備期間として考えられるんじゃないかということが、まあ、この3つの事例からは考えられるということですね。になっています。で、そして、今、70を超えてきたような、そういう状況なんですね。なので、まあ、少なくとも、ね、まあ、1回目の山なので、ね、それは警戒が必要だよねっていうことだと思ってみてください。で、70をもし割れてくるようだったら、警戒だよね。で、もし、もう1回、こう、チャレンジするようだったら、その先は、やっぱ、さすがに怖いよね。 っていうね、そういう警戒を持ってみてはいかがでしょうかということになっております。ただ、まあ、あれサイに関しましてはですね、こういうところもぜひ押さえておいてください。で、今ね、70を超えてきたから、あ、じゃあ今すぐ売った方がいいんじゃないか、これは暴落のサインなんじゃないかっていうふうに思われる方も。 もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、70以降今買われすぎっていうことはですね、どういうことかっていうと、すごく強いってことなんですよね。すごく強い状態っていうことは、特にアメリカとかもそうですけども、強い状態って時には、シュカーンって上がっていく可能性があると。で、さらに加熱感を高めてから下がる可能性があるので、今すぐ買おう、売ろうというよりはですね、どういう風に見るかというと、70を超えてきましたね、70を割り込んだら、売りサイン、みたいな感じで、え、s i は使っていきますから、ここ勘違いしないようにぜひお願いいたします。で、え、売られすぎっていう のがすごく弱い、えー、逆に 売られすぎだから、今すぐ買った方がいいんじゃないかっていうところで下げが止まらない可能性があるので、ここは注意ポイントとしては押さえておいてください。で、まあ、それぞれ買われすぎ、売られすぎラインが70以上と30以下って言われてるんですがえ、ということはですよ、真ん中50にピークを持つっていうのもこれ RSI の特徴なんですね。なんで50以上にいれば比較的強いねっていう流れになりますし、50以下まで下がってしまうと、ちょっと弱いよねっていう、そういう形になるというふうに思ってみてください。まあ、この辺はね、結構 RSI の時にね、話をしているので、まあ、結構気にしている方は いらっしゃるかなとは思いますが、ぜひ押さえておいてください。で、それを考えたときに、じゃあ、これからの売買サインはどこですかっていうところをね、ぜひ押さえておいてください。はい、で、これからの売りと長い目で見た買いっていうのをね、ちょっと考えてみたいと思うんですけども、今ね、これ70超えてる状態なわけですよね。今ね、これ、ね、ちょっと変われすぎな状態。イコールですごく強い状態ですから、この70をこうやっていった後から最後またグッと割り込んだら売りということになっております。で、1回目の山で収まらない可能性がある。もちろんそこも リポイントになると思いますしそれなりに下がると思うんですけどもじゃなくてですね2回目に山をもしつけたとするならばある程度、まあ、7ヶ月6ヶ月18ヶ月間ぐらいその間の期間ぐらい準備期間を経てですね2回目の RSI の山をつけてまた下がってきたときっていうのは結構な確信を持って売れるタイミングなのかなということが今日分かったかと思います。 一方で、じゃあ、その下がった後の長い目の買いはどこでしょうかっていうところですね。これ、月足ベースで見て、見ていただいてわかる通りですね。50を割れることっていうのは今までほとんどなかったわけですね。で、しかも30割なんてかなり稀なわけですよ。これ何年間見てます ?20 年以上見てわるわけですけれども、その中で RSI、月足ベースで30割はリーマンショックの時だけだったんですね。まあ、ここがいかにもう本当にこの長い歴史で見て、一番買いのポイントだったかということがわかるかと思います。ただ、大底で買うっていうのはやっぱり難しいので、 で、これを見るとですね、50をね、この赤い線引いてるんですけども、50を超えるだけでも十分にこれチャンスがあった。50を割れてる段階だけでも十分チャンスがあった。コロナショックの時ですら30届いてなくて、そこから50を超えてきたタイミングで買っていれば、うんっていう、そんな感じなわけですよ。だから、50を割れている状態から、50を超えたら買いっていうのは、まあ長い付き足チャートで見て、結構有効なね、買いポイントになる可能性がある。で、もしもそれが30割れならば、もう,こう本当に歴史的大暴落になると思うんですけども、ね なお良いというととうころを一応頭の中で、これ付き合わせた後ですから、サインが遅いし、何回もね、こうめちゃくちゃ変動するわけじゃないし、これを見る習慣つけてくださいって言われてもね、うん、めんどくさいなっていうふうに思うかもしれないんですが、これはですね、私が毎週このね、長期チャンネルラインというものを、指数の売買戦略で取り上げていきたいというふうに思ってますから、たまにこの週末の動画、もしくは月曜日の動画なんかを見ていただけると、これが確認できるかなというふうに思っておりますので、たまにです僕の動画をぜひ見ていただければと思っております。 はいということで。 この内容をまとめておきたいと思います。え、日経平均株価、月足チャートを見ていたわけですけども、RSI、加熱感を示す70を超えてきているというところがまず一つのポイントでした。で、過去のショック安を見てみるとですね、2回 RSI では山をつけて、ショック安へガーッと入っていくということですね。で、準備期間、ごめんなさい。最初は7ヶ月って書いてました。まあ、ざっくりね、えー、半年から、まあ1年半ぐらいですね、えー、をまあ考えておいていただけるといいかなと思います。で、もしも2回目の山をつけるとしたら、完全にも注意というか、もうけ警戒ですね。 えというレベルだと思います。で、まあ考えたもの、うん、その辺で考えられるものって何だろうってことを考えると、まあおそらく FRB の金融引き締めとか、まあそれ以外にもね、まあもしかしたら米中問題とか、その他地政学リスクとか何が起こるかわかりませんけども、えー、そういったものが、やっぱそういった期間内に起こる可能性はあるし、まあいつだって食安の可能性はあるわけですから、まあせめてですね、この RSI がやっぱり70を割ってきた時っていうのは、やっぱり警戒しなきゃいけないんだなっていうところをね、ぜひ押さえておいていただければと思います。では、この流れで長期のチャンネルラインでバイブ 戦略を考えていきましょうまずは日経平均株価ですが、まあ、今勢いとしてはね75位で過熱感があるわけですがでも強いということなのでこの上限チャネルの非常に長期のチャンネルの上限までいってしまうのかえご注目をしていただければと思いますえトピックスいきましょうトピックスもですねなんかこう勢い的にはね届きそうな感じなんですが今月は結構ねなんかこうちょっと 停滞しててるなっていう感じです、ね、すえー、トピックスもですね、70目前なんですね。えー、70を超えてくると、やっぱり加熱感があるということになってます。で、過去のところもね、なんとなくやっぱり似た形ですよね。えー、なので、まあ、これも一応当てはまるかなというふうには見ております。マザーズ行きましょう。マザーズに関しましては、やっぱりこのね、まずはこの加工チャンネルを抜けるか抜けないか、ここがポイントになってくるかと思います。そうすると、この緑のラインの長期のチャンネルの上昇の,のチャンネルラインの上限を目指すかなというふうに見ております。で、RSI に関しましては50の上ですから、まだ強い状態を 維持しているというふうに言えるかと見ております。 ニューヨークダウン行きましょう。ニューヨークダウに関しましては、えー、RSI まず見ましょうかね。69.2ということで、ほぼ70マジかというところで、この上限に近づいてきてる。ちょっとやっぱ心配ですね。こういうのはね、やっぱりレジスタンスになる可能性もあるかなというところで見ておいていただければと思います。S&P 見ましょう。S&P はですね、これ75 a してます。加熱感があり強いという状態ですで。この状態をもって上限を目指すのかどうか注目をしていきたいというふうに思っております。で、最後ナスダック。ナスダックはね、一度上限に近づいて、 跳ね返され、で、またチャレンジをしていくっていう、そんな感じですね。になってるので、これは気をつけていただきたいなというふうに思います。で、こうやってですね、RSI がですね、78.3に、しかも一回70をつけの、またそれを超えて、えー、この80に今度近づきつつあるということですね。で、80近づいてる時は、結構なさくっていうのはね、こう、ぴーんと抜けることがあるということですから、85ぐらいまで行っちましまうと、さすがに変わりすぎだよねっていうところが考えられると思います。で、しかもこれ2回目の山なわけですから、下向きになったら、えー、そして7 30を割れてきたら非常に要注意というところをぜひ押さえておいていただければと思いますでは今日の動画のまとめになっておりますえ週間ベースで日経平均株価やトピクスが下落していたんですがアメリカ株そしてマザーズも上昇していたということですねこれコロナのワクチンの差が大きいのかなというふうに私は見ております で、2番ですね、月足の RSI、二景金株価で見ましたが、70を超えてきてるというところで、買われすぎというサインに注目をしていただければと思います。で、過去のショック安をつけて、えー、あショック安を見たところですね、2回山をつけて70を割れてきたときに、結構、あれあれショックというね、暴落が起こってますから、それは要警戒ですよということですね。これはだいたい半年から、もしかしたら、 1>, 1年半ぐらい先の話になるかもしれませんが、まあ、できれば毎週とか毎月とか、えー、この手法を見ていく意味はあるんじゃないかなというふうに思っております。 はい。で、逆に50割には歴史的にも買いタイミングになりやすいということですね。絶好の買いタイミングとは言いません。月足チャートですからね。え、ですが、まあ、そういったタイミング、じっくり見たねえ、そういうタイミングでも十分にリターンを狙えるのが50割れからの50超えっていうのをねえ、結構ね、注目ができるんじゃないかなと思います。そして、え、長期のチャネルで最後売買戦略見ましたけども、上限はレジスタンスになってしまうのかっていうのは、これ実はニューヨークダウの話ですね。ニューヨークダウがもしかしたら近いので、え、なってしまうかもしれない。で、それ以外にも日経とか飛び クとかも結構この上限を目指してるわけで、すねで加えて、ナサック。ナサックもね、かなり上限に近いというところですから、再びこれを超えてくるのか、もしくはレジスタンスになるのか、注目をしてみてください。で、月足 RSI75 え注意、えー、必要ですよというところなんですが、えー、こんなんね、いちいち見ねえよっていう方はですね、僕は毎週見ていきますから、よかったら僕の日曜日の動画、月曜日の動画、まあ、どちらかで必ずやっていきたいと思いますから、えー、毎週見ていただければ嬉しいなと思っております。では今日もお知らせを入れさせてください。個別名柄をとことん分析するマガジン配信中でございます。 最新記事はですね、省営コーポレーションという会社なんですけども、PR が10倍以下。そして今変革を遂げようとしている。そしてそれが大化けになるかどうかを検証している。そしてチャートもね、すごく形がいいんですよね。えー、なんで、まあ、ぜひですね、一度目をのぞ、あの、覗いてみていただければと思います。概要欄にリンク貼ってございます。で、これは軽くいきたいと思います。土曜日ね、えー、毎週土曜日17時に講義バージョン更新されてます。これから決算ピーク来ますからね、ね決算端子の読み方動画、ぜひご覧になってみていただければと思います。で、あともう一個だけお知らせを入れさせてください。今度3ワードボー 公益主催で私が登壇をさせていただくことになりましたということで、ねえー、これは何日かな5月の15日土曜日14時公演で、えー、浜松町。 の貿易センターというところで、まあ、参加費無料ですので、まあ、もしよければですね、こちら概要欄にリンク貼っておきます。株がもっと好きになる講座ということでね、私が普段やってる、まあ、銘柄選別のやり方と、まあ、コツ等っていうのをね、まあ、お伝えできるそういう日になるかなと思ってますし、あとは YouTube しかご覧になってない方っていうのもまだ直接お会いしたことないですから、まあ、直接お会いできるいい機会かなと思っております。まあ、参加費無料ですのでえ、よければ概要欄のリンクの方から、まず詳細をご覧になってみていただければと思います。ということで、今日はこんな感じで終わっていきたいなとい という,ふうに思っております今日の中でも少しでも参考になればぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたしますまた明日以降もですね最新のテクニカル分析えー、必ず毎朝7時半に動画で投稿していきたいと思ってますので、えー、見逃したくないという方はですね見ていただけると思えた方はポチッと、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いいたしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさよなら